ドカンルーム。鹿児島ユナイテッド FC サポーター部、マッキーのロッカールームのコーナーです。鹿児島ユナイテッド FC スタジアム DJ のマッキーです。今日もユナイテッドを一緒に応援していきましょう。ユナイテッドサポーター部の皆さん、応援部活動、応援メッセージお待ちしています。さて、ツイッターを見ているとね、やはり今週続々とユニフォームが届きましたというツイートを見かけます。やっぱりこのね、ユニフォームが届いたり袖を通すと始まるんだなーっていう感じがしますよね。公式 LINE にもたくさんメッセージいただいておりまして、ラジオネーム背番号8番ライダー、ラジオネームケイタロウさん、ありがとうございます。毎日開幕までのカウントダウンをしています。試合数は減りましたが、その分一試合一試合に集中して勝ち点を重ね、そして2018年に持ち帰れなかったシャーレを手に昇格しましょう。今年はファーストユニフォームだけでなく、セカンドユニフォームまで用意してしまいました。すごい !2 枚買ったってこと?早くスタジアムで応援したいです。新監督のもと、選手の皆さんの活躍する姿が楽しみです。と、代打、慶太郎さん、ありがとうございます。それからね、ラジオネームメグさん。いよいよ来週開幕ですね。待ちに待ったユニも無事届いて気持ちも上がってきました。いよいよですよ、3月の14日、日曜日。J3 開幕です。鹿児島ユナイテッド FC はホームでガイナーレ鳥取を迎えてのホームゲーム開幕戦、楽しみですね。でね、メグさんから、8日の特番をめちゃくちゃ楽しみにしています。練習など見れないので、どんなチームに仕上がっているのか楽しみで仕方ないです。そして応援している選手がスタメンでありますように祈るばかりです、といただきました。写真もね、いただいています。36番のユニフォーム、写真ありがとうございます。これで誰の推しなのかわかりますよね。ありがとうございます。ということで、そうそう、メグさんからもいただいていたんですが、鹿児島ユナイテッド FC の特別番組のオンエアが決定しております。来週の月曜日、3月の8日月曜日の夜8時から8時55分、開幕直前スペシャル、2021シーズン大解剖、鹿児島ユナイテッドレディオオンエアです。選手、ほぼ全員インタビュー。まあ、諸事情により、まだインタビューできていない選手が数名いるんですが、ほぼ全員ね、選手はインタビューさせていただきました。そしてパーソナリティは、鹿児島ユナイテッド FC の GM、のぼりおけんとくさん。そして私、スタジアム DJ、マッキーでお届けいたします。こちらもお楽しみに。〇〇選手って実は〇〇なんです。今年もやりますね。あれね、結構面白いんで、聞いてくださいね。さあ、それではですね、今日は今週の練習後、アーサーパパス監督、牛の浜拓選手、五稜純喜選手のインタビューをお届けしましょう。In the end, yeah, there's still players that, you know, it's important to be able to make sure mentally that they stay in a positive space. You know, they worked very hard on Saturday. You know, reported some very, very strong numbers physically. And today, you know, we obviously reviewed the match inside, with the video, and then started moving again to prepare for the week ahead. And that's the process we use. And of course, I want them to work hard, but I want them to enjoy what they do as well. It's important to come to work and, you know, be happy in the place you work every day. So I enjoy seeing that. And when we have to work hard, we'll work hard. And when we have to concentrate, we'll concentrate. And that's how we work. メンタルもすごく大事なところだと思うので、メンタルのところをポジティブにするためにも、今回のリカバリーのところではやっぱり楽しい要素っていうのを盛り混ぜたようなところになります。やっぱりハードワークを土曜日はとてもしたので、試合なので、まあ、その中でやっぱりフィジカルのデータっていうところもとても強い数値が出ていたので、まあ、そういったところをリフレッシュさせるためにも、こういったようなリカバリーでやっていきます。まあ、まず、自分たちがリカバリーが始まる前に、しっかりビデオで、この週末のレビューをして、まあ、そこからやっぱり、どういうことをやっていくかっていうのを今週のための準備をしていって、まあ、その中でやっぱり楽しむところはしっかり楽しむ、ハードワークをするところはしっかりハードワークをする、集中するところは集中するというような、そのメリハリをつけてやっぱり練習するっていうのもやっぱり毎日こういったところで仕事をしているんで大事だと思ったので、今回はリカバリーの時に楽しい要素を織り交ぜました。 Look, at the moment, like I said to you as well, like, yeah, definitely I've learned a lot about the players and you knowhow they're developing over the course of, you know, now since we began, and it's March now. But we are in a situation, and I explained this to the group
this morning in the review where at the moment, like, and it's always this way that every player is going to be important and everyone's got a role to play. So I don't ever really highlight certain individuals. I'm sure over the course of a season, you know, some will become maybe more dominant figures as it progresses because of their performances, but they'll have to produce that performance consistently, you know, to maintain their position in the team, because, you know, we've got some good depth, we've got some good young players that are pushing also to start. So it's a highly competitive squad. 本当に、まあ、この3月に入ってやっぱり選手たちのことはたくさん知っていて、やっぱり全員が伸びているっていうのをすごく感じます。まあ、チームにもこの前、このレビューの時に言ったことなんですけど、やっぱり全員が大事っていうところと、やっぱり全員に必ず何かの役割があるっていうふうに伝えて、やっぱりその中でもしかしたらシーズンが始まって、シーズンが時間が経つにつれて、やっぱり他よりも素晴らしい数字を残している選手っていうのはもしかしたらいるかもしれないんですけど、大事なのはやっぱりそういったパフォーマンスをしっかり一貫して出すことっていうのがすごく大事だと思ってます。自分たちのやっぱり、チームはすごく、選手の質だったりとか深みっていう部分もすごくたくさんあって、やっぱりその中でポジションを、掴む選手っていうのはやっぱり本当に、時期にしかいないと思うので、その中の競争率っていうのはとても高いと感じています。開幕まであと2週間ということで、最初の試合でやっぱ勝って勢いのスタイルっていう意味でも、今選手たちは準備してますし、それに向けてどんどん今上げていきたいっていうところです。まあ、そのチームが、その、勝つために、まあ、一人一人が考えて、チームのために行動しないと、昇格っていうものは達成できないと思っているので、まあ、そういう中で自分がそういう立場になって、まあ、それはもちろんピッチの中でもピッチの外でも、みんなが思い切ってプレーできることを、ができる環境を、自分の行動で示していきたいなっていうふうに思っています。やっぱり鹿児島の攻撃的なサッカーっていうのは、まあもちろん継続されてますし、監督が求める基準っていうのがすごく高いので、それを僕たちが、その基準に応えたら、強い集団になっていけるっていうふうに思っているので、まあ、すごくやっていてワクワク感があります。鹿児島に来た時に一番の理由はやっぱり上手くなりたいとか個人で成長したいって気持ちが強くて鹿児島に来たっていうのが一番あったので、もちろん自分として成長していくっていうのが、まあ、もちろんそこはブレずにあるんで、去年の自分を超えていく、毎年超えていきたいっていうのは常にあります。 J1 実が開幕したので、まあ、僕らもまあ、いよいよだなっていう気持ちが強くなってきてるのと、練習、毎日の練習で、どん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 チームとして、こう、やろうとしてることとかもはっきりしてきてるので、まあ、本当に開幕戦が楽しみで仕方ないです。やっぱり攻撃の起点というか、まあ、後ろとその前の3人をこう、つなぐ立ち位置だとは思ってるので、すごくこう、まあ、大きく言うと本当自分次第でゲームが変わるんじゃないかっていうぐらいのこう責任があるポジションだと思っているので、すごくありがたいとともに、まあ、やらなきゃなっていう思いも人一倍強いですね。もともと大学とかも結構その真ん中やることが多かったので、まあ自分自身としてはそこに対する違和感はないですし、やっぱりこう真ん中にいる方がやれることっていうのが、なんていうかな、多いと思うので、そのやりがいっていうのがすごく感じて、で、今はめちゃくちゃ楽しいです。攻撃の部分では、ある程度その、どういう形を求められてるかっていうのがもうみんな統一されてて、まあ、そのスタイルっていうのをこう、より確立していく部分だと思いますし、あとはやっぱり守備の部分っていうのをもう少し全員でこう、意識を統一してやれれば、まあ、開幕戦はこういい結果っていうのがおのずと出るんじゃないかなと思います。